食べることは生きること、これを聞いて皆さんはどう考えますか？思いつくのは食べることは生きることだと思います。もちろん間違いではありませんし、食べることは生命に関わっています。でも今回私が共有したいのはそれではなく、食べることは生きることです。食を通じて人生をもっと豊かで彩りあふれるものにしていくことができると私は考えます。でも今は食べることは生きることと聞いてピンときていないですよね。今から10分間でお伝えしましょう。食べることは食物から栄養を摂取して生命の維持や病気の回復予防の役割を担う生命活動の一つです。でも極端な話をすると、サプリメントだけで生命の維持をすることは可能だと思います。また実際にそうしている人は世界中にいると思います。しかし私は食べることを生きるための義務のように思っている人がいるなら、それは非常にもったいないと思います。食べることにはたくさんのメリットが詰まっています。今フェンシングは間違いなく私自身の大部分を占めています。そしてそれは間違いなく私の生きがいと言えます。団体個人ともに全国大会に出ることができたことや、団結力や気配りを意識するようになったことなど、フェンシングを通して得た経験は何にも変えられないほど私にとって大事なものになっています。そんなフェンシングを始めたのは中学1年生の時です。中学入試の時の面接では、フェンシング部ではなく吹奏楽部に入りたいですと言って入学しました。その当時の私は運動という単語すら聞きたくないほど苦手で、かろうじて得意だったのは幼少期から習っていた水泳だけでした。今でもフェンシング以外のスポーツは得意とは言えません。そんな私がフェンシングを始めたきっかけは、叔父に言われた言葉でした。春休みに合格祝いをしてもらうために親戚に集まっていたもらった時に、どの部活に入るかという話題になりました。その時もまだ吹奏楽部が少し優勢だったものの、他にもいろいろと迷っていました。運動系の中では一応フェンシングが候補にあったものの、運動神経に自信がなかった私は、入っても試合に出ることすらできないだろうと思っていました。このような考えをそのまま親戚に話したところ、叔父に、今まで通り食べたいのなら運動部に入りなさい、文化部に入るのなら食べる量を減らしなさいと言われました。これを聞いて、それは考えられない、どうにかして運動部に入らないといけないと強く思い、フェンシング部に入ることをその場で決断しました。そんな出会いから始めたフェンシングでしたが、高校課程に進級してからも続けることにし、今では5年目に突入しています。その理由は、フェンシングを通して日に日に自分が成長しているということに気づくことができたからです。フェンシングを通してその技術的な部分はもちろん、他にも大きく2つのことを学びました。その中から例を2つ紹介します。1つ目は礼儀やマナーです。高1の春に自分も先輩として行動していかないといけないと考えた時に思ったことです。部活でのそれぞれの仕事内容や役割のことを考えると、部活はまるで社会の縮図のように思えました。ただ運動のスキルを磨くだけでなく、人付き合いなど社会の常識的なことも学べているということに気づきました。そのことによって、より自信を持ってアクティブにいろいろな場所や機会に触れられるようになったと思っています。このTEDx 同志社 U もまさにその一つです。
2つ目は精神的な面のサポートの仕方です。私は他の同期や先輩方と比べた時に試合成績はそこまで上位ではないし、マネジメント力もある方ではありません。でも自分は運動が得意ではなかったので、苦手だったり不器用だったりする人の気持ちが他のメンバーよりも理解できるのではないかと思い、それは自分の強みなのではないかと気づきました。苦手だからとか理解ができていないからとか、そういうことで片付けてしまうのではなく、一緒に最善策を探すことをいつも意識しています。その他にも会食や差し入れ文化などを通して食の持つ人と人とをつなぐ力を実感させられました。私は物心がついた時から食べることに関することが大好きです。例えば食べ物や調理などです。その要因として大きかったと思っているのは、地元が漁師町であることや、祖父が毎日畑に連れて行ってくれたこと、祖母が小さい時から一緒に料理を作ってくれたことなどです。祖母と一緒に作って印象に残っているものの一つに卵焼きがあります。卵焼きは私の初めての得意料理でもあります。小学校1年生の時に、当時の私は卵を上手に割ることすらできなかったのですが、学校帰りに毎日祖母が練習に付き合ってくれました。初めは楽しかったものの、だんだんとうまくいかないことがあって諦めたくなることもありました。そんな時に祖母が、失敗は成功のもとだから何回も練習することが大事だと言ってくれました。この考え方は今でも大切にしている考え方であり、フェンシングをはじめとしたいろいろなものに通じていると思っています。また祖父は絶対に化学肥料や農薬を使いません。なので見た目が少し小さかったり、色が薄かったり、虫食いがあったりなど、味は美味しいけれどスーパーのものとは違っていびつな時があります。どんな作物も植えれば勝手に売り物のような見た目になるとそれまでは思っていました。他にも別の料理で材料や調理法が共通していることがあるので、それを使って応用できるということを発見することで、小さい時から分析して論理的に考えることが身についたのではないかと思っています。これらのことがいろいろなものに興味を持つきっかけになったという面もあります。小学生の時に元素の図鑑を初めて読んだ時、ベーグルをはじめとした食べ物が水素を含んでいるということを読んで、食べ物が目に見えない小さな粒からできているという事実にとても驚きました。それと同時に自分の好きな食べ物と共通していることを知って、元素が一気に好きになりました。またグミのパッケージの裏の表示を何気なく見たときに思ったことです。砂糖やゼラチンはわかるものの、その他にカタカナでよくわからないものが書いてあることに気づきました。その時にふと思ったのです。自分は何を食べているのか説明できないものを食べているのだと、その事実に疑問を抱きました。そしてその時食べていたものの中でわからなかったものを全部調べてみたところ、人工甘味料や添加物だということがわかり、それらにも興味を持つようになりました。食べ物の素材がどのような姿で存在しているのかということ、またそれらがどのような加工を経て食卓に並べられているのかということ、そしてそれらが当たり前ではないということを小さい時から知っているということは、とても重要なことなのだと日々思っています。近年では魚の切り身一切れが
一匹分だと思っている子どももいるということで、前述したような知識のあるかないかによって食に対する価値観や視点は大きく変わってくると思います。まだまだエピソードは数えきれないほどありますが、以上のように食べることがきっかけで出会えた世界が、経験がたくさんあります。私にとって食べることはフェンシングという生きがいと出会うきっかけを作ったと言えます。そのきっかけこそが人生や生活を生き生きとしたものにしてくれます。また食べることはただ食という文化だけで完結しているのではなく、さまざまな物事の元になっていると私は考えます。食べること、そこから得る活力に食べること、そこでのそこから得る活力にもっと目を向けてみてください。またもっと食や生きがいと改めて向き合ってみてください。そこでの発見が生きがいを生み出し、そこでの活力、エネルギーがやがて健康や長生きへとつながっていくはずです。よって私は食べることは生きることだと考えます。あなたも日頃している食べることが生きること、そして生きることになっていませんか。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。